あ、入ってる入ってる、うん、はい、小林と申します。ジャンボリーではですね、何度も時間をいただいてですね、話をしています。そのために動画が保存されてますので、まあ、その動画とかを見た方もいらっしゃるかもしれません。まあそういう感じで今回もやらせていただきたいと思います。で、今回話すのはですね、アームの64ビットの話です。まあ、特に、まだまだ先かなと思いますけども、なんとなくそろそろ次の SOC とかが64ビットですよっていうのが割と複数のところが来てますので、まあ、山地さんも次アームの準備の話をしますし、まあ、そういうことで、まあ、私はその CPU そのものの命令セットとかそういう細かしいところについて、まあ、ちょっと調べたのでそれを紹介させていただこうかなと思います。で、このスライドはですね、いつものところのスライドシェアの方に上げますので、まあ、ちょっと今この時点ではなんか不備があるんですけども、まあ、例えばその参考文献とかをやっぱり書かれてないのにちょっとその辺書いてないので、まあ、そういったところは追加してからここに置きたいと思います。で、一応私の自己紹介ですけども、まあ、毎回同じものを使っているんですが、まあ、20年以上ずっといわゆる組み込みと言われる世界で仕事をしてきていまして、まあ、最初の10年ぐらいというのはリアルタイム OS を、まあ、作って自分のプロジェクトで使ったりもしていました。で、次の10年ぐらいというのは組み込み向けの Java 仮想マシンをやっていました。アプリを作るんじゃなくてバーチャルマシンそのものなので、例えばインタープリーターを高速化したりとか、ガベージコレクターを修正したりとか、あと、まあ、JIT コンパイラーの試作とかもいろいろしましたし、あと各種 のバーチャルマシンをポーティングするとかっていうのがありました。で、その後はですね、割とオープンソースのところを、まあ、見てて、まあ、GCC とか Linux とか QEM とか Android とかいろいろ興味のあるところのソースを読んでは、まあ、こういうところで発表したりとか、まあ、そんなことをしております。で、まあ、その内容っていうのはブログなんかにも書いてますので、まあ、ぜひこの辺ご覧になっていただければなと思います。まあ、あとツイッターやってますので、まあ、フォローしていただくと、まあ、今日もたくさんつぶやいてますのでぜひよろしくお願いいたします。で、今日のトピックとしてはですね、まず ARM の64ビットに関しての紹介をします。ただし別に全部網羅するというつもりは全くなくて、私の興味を引いたところを紹介します。なのですごく重箱の進みをつくようなところを、まあ、なんか紹介していきたいかなというふうに思っています。で、その後ですね、まあ、話を聞いてるだけじゃつまらないというふうに思うので、実際に今そのコードをですね QM を使って動かすことができますので、まあ、その動かし方なんかっていうのも軽く紹介して、まあ、ちょっと時間があったら実際に動かすっていうデモもちょっとやってみようかなと思います。で、ARMv8 なんですけども、この辺ちょっと図を描くのを省略しましたので、 ARM さんの資料にあった図をちょっとお見せして説明しようかと思います。これですね、 ARMv8 って何ぞやっていうことなんですけど、その ARM の、このバージョン番号っていうのがどんどん V5、V6、V7 があって、 V7 の次だから V8 だっていう、そういうことなんですけども、まあ、古くはその ARM って ARM7 とか ARM9 とかそういうチップの名前、 ARM の後ろに数字がつくとなんかそのチップの名前だったんですけど、それとなんか非常に紛らわしい感じがしますが、この V がつくのは一応バージョン番号っていうことなんですよね。なので ARMv5 に属するのは、確か ARM926 とかその辺の CPU が、まあ、この辺のアーキテクチャ命令セットに対応していて、で ARMv6 っていうのは ARM11 シリーズですね、11136とか1476とかっていうのは、まあ、ここにあってて、で ARM の V7 っていうのはここから命名規則が変わって Cortex っていう名前が付くようになって、 Cortex-A なんとかとか R なんとかっていうのが、まあ、この、ここで、定義した命令セットを使っている、まあ、CPU コアっていうことになるわけです。で、その次の ARMv8 っていうことなんですけど、この図でいう通りですね、ARMv8 の中は実は2つに分かれていて、そのうちの片方が AR
32っていう感じで、これが実は、過去との互換性のためにその ARMv7 のほぼアッパーコンパチという状態になっています。アッパーっていうのはですね、このクリプトっていう、このクリプトエクステンションということで、いくつかなんかあの暗号化の時に便利な命令が追加されてますので、まあ、アッパーコンパチっていうような感じになっています。 でもこれはだから32ビットなんですけれども、で こっちの半分が新しい64ビットの、まあ、アーキテクチャということになります。で、こっちの方は過去互換なので、今までの ARM と SAM という2つの命令セットが、まあ、ある感じになって、で今回そこでその名前をですね改名していて、 V8 でいうところはその今までの ARM 命令というのを A32 ということにしました。で同じように SAM、まあ、言ってみればこれ VR だから SAM2 なんですけど、 SAM2 は T32 と呼ぶことにしました。この辺はちょっとあの名前の付け方を変えています。それに対して新しい64ビット命令セットの名前としては A64 というのが命令セットの名前というところになるわけです。なので、まあ、この辺ちょっと用語がいろいろあって、まあ、あんまり厳密に使い分けてないところもあるわけなんですけども、まあ、こういう違いがあるというのは知っておいた方が良いかと思います。で今で説明した通りなんですけど、2つのモードがあって、ARC64 というのが64ビットモード、まあ、64ビットネイティブモードですね。で ARC32 というのが、まあ、32ビットの今までの互換モードということです。新しい方の方は、一通りのインストラクションセットがあって、それが A64 というA64 というのは、まあ全て32ビットの固定命令帳の、まあ、命令になります。まあ、これはあの今までの ARM に近いですよね。 ARM 命令に近いです。でこっちの方はさっき説明した通り、従来の ARMV7A アーキテクチャと、まあ、アッパーコンパチになっているところ で命令セットはもう2種類、ARM は A32 と名前が変わって、 SAM2 は T32 と名前が変わりました。まあ、ここに書いてあるとおり、 ARM 命令は32ビットの固定帳で、 SAM2 の方は16ビットと32ビットの混在する命令セットになっている、ということです。で、ここで今出てきた言葉の中に ARM64 っていうのがなかったわけなんですけども、実は ARM64 っていうのはこれ正式名称ではないんですよね。俗称です。でも ARM の、Linux カーネルの ARM の中にはこういうディレクトリがありますね。 ARM64 っていうディレクトリがあって、この中に、まあ、それ用のファイルがあるわけなんですけども、これもいろいろあってですね、一番最初にパッチが投げられた時っていうのは、これは ARCH の下の ARCH64 だったんですよ。ですけど、なんで ARM64 じゃないのって言って、いやもうその時にはすでに GCC な、 BinUnity とか GCC はすでにもう ARCH64 っていうトリプレットで開発が進められていて、で ELF のところのなんかマシン名なんかも、まあ、もうちゃんと正式名称である ARCH64 っていうので入ってたんですけど、まあだからそういうわけだからって言ったら、いやこれ ARCH64 っていうのはかっこ悪いぞいや、かっこ悪いから考え直せ、今ならまだ間に合うとそういう、そういう感じの議論がけんけんがくがくあって、結局折れて、そのナッツカーネルに関して言うとディレクトリーでこう ARM64 っていう正式名称じゃないけども、なんとなく馴染みそうな名前が、まあ、使われているという、そういうことなんですよね。はい、ちょっとご不要無用話的に紹介しました。で、まず動作レベルとしてあるのがですね、まず一番大枠からするとですね、エクセプションレベルというのが定義されています。で4レベルあるんですけども、まあ、EL0 から EL3 まであって、まあARMv7 の時にはですね、これはちょっと名前用語が変わっていて、このプリビレッジレベルという言葉を使っていました。なので、ARMv7 の時には PL0 から PL2 までの3段階があったんですけれども、その3段階っていうのが、まあ、0っていうのが普通の、プリビレッジでないユーザーアプリケーションのモードです。ユーザーモードですよね。で1っていうのがカーネルモードで、
で2っていうのがその ARMv7 の、仮想化拡張の時に追加されて PL2 っていうのができて 2番目っていうのがハイパーバイダーです。で V7 の時にはこれ3つしかなかったんですけども、この V8 になると3レベル3でできて、さらにそれよりも強い特権を持っているところがセキュアモニターです。その、ARM っていうのはトラストゾーンっていうことで、ノンセキュアとセキュアでそのアドレス空間が違うっていう、そういうややこしい話もあって、で V7 の時には、その仮想化支援よりも先にそっちのセキュアモニターセキュアの切り替える機能が入ってしまったので、その辺の位置関係がかなりバラバラで分かりづらい状態になっていたんですけども、ちょっと整理されて、そのセキュアかノンセキュアの切り替えを行うところ はレベルを、さらに一番高い特権があるレベルっていうことで、切り替えだけ行った後はあとはセキュアモードにしてそれぞれこういうものが動く、ね、そんな感じのことになって、ただここの辺は多分そちらの方を使う人じゃないかあまり興味がないところで非常に読んでても難しいので、私の理解がこのレベルだという話です。で、イズクズ基準モデルで、まず気になるのがですね、結構レジスターの構成とかどうなってるのかっていう感じの話なんですけど、ちょっとこれ図を書けばよかったんですが、64ビットアーキテクチャーなので、汎用レジスターの幅が64ビットになりました。64ビット幅 の汎用レジスターが、R0 から R30 まで結局31個あります。で、レジスターとして書くときはこの R プラス数字であるんですけども、アセンブラーレベルで表記するときにはですね、2種類使い分けをします。今日は64ビットフルに使いたい場合は X0 から X30、そういう N のところは数字が入るんですけど、そういう書き方をしたときには64ビット全部を使いますよ。でも例えばインテジャーとか、今 C のインテジャーとかって結局32ビットですよね。そうするとそういうものをレジスターで扱いたいときっていうのは、下位の32ビットだけで演算したいなっていうことが多々あるわけなんですけども、その時には W なんとかっていう書き方をすると、下位の32ビットだけで演算を行って、上位32ビットは全く影響を与えないという、そういうモードがになります。でこれなんで0から30ということは31個でなんか切りが悪いですよね。32個だったら切りがいいのにと思うわけなんですけど、実はその32番目のレジスターっていうのは実は特別な意味を持たせてあってですね、ゼロレジスター、要するに読めば必ずゼロだし、書いた結果は捨てられるっていうゼロです。レジスター、MIPS のアーキテクチャーなんかにもあると思うんですけど、それがあって、それと命令によってはそのゼロレジスターかあるいはスタックポインターどちらかをなんか指すような感じに使い分けがされています。つまりだからスタックポインターっていうのは ARMv7 では汎用レジスターの一部だったんですけれども、これはもう特別なレジスターとしてもう分離してるんですね。あとそれからプログラムカウンターも ARM の時には R15 が汎用レジスターでありプログラムカウンターであるというような感じだったんですけども、もう分離して特殊なレジスターであるということになっています。で、スタックポインターに関して言うと、ARMv7 の場合っていうのはコーリングコンベンションでその8バイトアラインにしなさいという、これは強制力はなくて一応約束ということで、8バイトアライメントで、使うと。だからスタックをプッシュポップするときには、2つ偶数このレジスターをプッシュポップするようなように、コンパイラーはそういうコードを吐くようになっています。なぜかというとダブルの値とかっていうのは8バイトの値っていうのを8バイトアライメントにある方がアクセスが早いので、そういうのがクイーンに来てもそうなるようにスタックは必ず8バイトアライメントっていうのがV7 でした。ただし強制力はなかったんで、手でアセンブラーで書いてるとそんなことすっかり忘れて、その4バイト単位でスタックをそう値を変えたりとかして当然できて、そうなったとしてもちょっと遅くなるけども害はない状態でしたけども、今度こちらの方はですね、64ビットアーキテクチャなんでその幅が倍になって16バイトアラインド、でこれはもう強制になりました。マストビ16ビアラインドっていうことなんで、それはそうじゃない値をですねスタックポインターに入れるとなんか例外が発生するとマークになるような書いてあります。なので、コンパイラーに任せとけばコンパイラーは当然このルールに従ってコードを書くんですけど、手でアセンブラーで書くときにはそれを気をつけておかないと、うっかりスタックポインターに違う値を
入れるとなんかスタックポインターのアライメント例外というのが発生するかもしれません。だってまあスタックポインターは基本的にポインターとしなのでポインターは64ビットですから、まあ、普通はもう SP として使うんですけども、こちらと同じようにですね、下位の32ビットだけのスタックがなぜか欲しい場合、あんまりないとは思うんですが、その場合っていうのは WSP と書くと下位の32ビットがアクセスできるということになります。でプログラムカウンターはさっきも説明した通り、これはもう汎用レジスターではないので、計算 の, ディスティネーションとして使うことはできません。だからこれをプログラムカウンターを変えるにはどうしたらいいかというと、もうブランチ命令を使うしかないと。今まで ARM の時には、プログラムカウンターを演算の結果として使うことができましたので、ブランチするときにプログラムカウンターで R15 にムーブすることによってブランチするだとか、あるいはスイッチブーの時にはプログラムカウンター R15 に関して足し算を行うことによって、なんかスイッチ分の実装を行うとか、そういったトリッキーな、まあ、ことがありましたけれども、そういうことはもう一切できない状態になりました。まあ、だから割とだから昔あった ARM のすごくなんかトリッキーな部分がどんどん取れて、なんかすごく丸く普通のアーキテクチャな感じになったというのが印象ですね。で今のが、整数のレジスターですけど、不動小数レジスター、まあ、ARM Vnr でいうところ の, そのネオンとかのレジスターと FPE とかネオンなんですけど、幅がですね、ARM Vnr では64ビットの幅だったんですが、それが倍に増えて128ビットの幅のレジスターが、まあ32個ある状態になりました。でこれは、まあ、いわゆる FPU だと思っておけばよくて、まあ、フローティングポイントの演算だとか、あと SIM 導演算に、まあ、使います。で、ARF64 の時にはですね、この FPU っていうのは必ず存在するっていうことになった。V7 はまあいろいろ建て増し工事があったんで、結局 FPU をつけないというオプションを取ることができて、その時にはフロートっていうのはソフトフロートで演算してと。でソフトフロートの時には、汎用レジスターを使ってそのレジスターを引き渡すとか ありましたけども、これは FPU は必ずありますので、関数呼び出しの時のフロートの値っていうのは必ず、FPU に置いて受け渡すような感じになる。つまり ARMV7 でいうところはハードフロートっていう ABI だけしかないっていう、そういう状態になります。まあ、だからバリエーションが少なくシンプルですよね。でこのレジスターの使い方なんですけども、まあ、スカラーとして一つの値を入れることもできるようにしますし、ベクターとして複数の値を入れることもできます。まあ、スカラーとして次には8ビットのバイト、16ビットのエッジ、32ビットの、S、まあ、これは単精度 の, フロートですね、倍精度のフロートプライド16ビット、128ビットの後は、まあ、Q という、こういう感じでアクセスすることができます。でベクターの場合っていうのは、まあ、こういう表記がありますけど、まあ、それぞれ、バイトを、全体を、64ビット幅 の, ベクターと扱う場合と128ビットのベクターと扱う場合、2つ折りがあって、それぞれその個数があります。なので 8ビットバイトをかける8個のタック、バイトをかける16個のタック、まあ、同様にこういうような、アクセスの仕方が、まあ、できるような感じになって、でちなみに、V7 の時っていうのは、最初のフロー FPU っていうのは、単精度はレジスターは32個あったんだけど、倍精度 D のレジスターっていうのは半分の16個しかありませんでした。で倍精度のレジスターのその前と後ろをそれぞれなんかバッキングするような形で詰めて使っていたんですけども、今回はそのやり方が変わりまして、もう例えば S の、なんか31一番最後のレジスターっていうのは結局 D の31のレジスターの、下の下位、32ビットっていう感じになりますので、バッキングはもうされない状態になります。まあ、なので、今まで の, ARM の, フロートでアセンブラでチューニングしたようなところを持ってくるときには、そのレジスターの並び順が違うので、まあ、そこはもしかしたら気をつけなきゃいけないかもしれません、ね。で、64ビットのアドレッシングモードですけども、まあ、普通に、まあ、これが多分普通なんですけど、64ビットの仮想アドレスを持つことができます。
ただしちょっと特殊な機能があって、まあ、64ビットもあって、これは広すぎるということもあるかもしれないけど、あの先頭の8ビットの部分をタグとして使うというモードが一応ハードウェアにはあります。でそうすると残りの56ビットを、まあ、バーチャルアドレスとして使って、この8ビットの部分は何に使うかというとですね、よくあの型のない言語、まあ、昔だったら、まあ、Lispとか、まあ、今だったら多分 Python とか、Ruby とか、まあ、そういう感じ の、 あの言語をインプリメントするときに、ある値を持っていたときに、それがあの整数の値なのかポインターなのかっていうものを区別するときに、あるあのタグというところにそういう情報を入れておくと、実は実装がすごくスッキリするんですよ。なので、そういう用途にこの8ビットの部分を使ってもいいようなモードがあると。でこの8ビットの部分っていうのは実際にあのアクセスするとき、例えばそのメモリをロードしたりストアしたり、あるいは命令ブランチしたりするときっていうのは、ここはもうあのマスクしてないものとして扱われますので、まあ、こっちの方の56ビットだけでアドレッシングされると、まあ、そういうモードがあります。で昔話をするとですね、68000という CPU が昔あって、まあ16ビットアーキテクチャなんですけど、内部のレジスターは32ビットありました。でもあのアドレス線というのは実は24本しかつながってなかったので、そうするとあのアドレスを指定するときの上位の8ビットっていうのは実は何を指定しても無視されるというそういう状態だったんですよね。でその時にあの Lisp とかそういったタグ付きのタグがある方が便利な言語をあの実装するときに、ちょうどその先頭の無視される8ビットの部分に、これは整数だよとか、これはあの文字列だよとか、そういう情報を入れておくと、まあ自分でマスクしなくても勝手に無視されるから、そのマスクする分の命令を省けるからちょっと早くなったっていうのがあったりしたんですけども、でも当然それっていうのは6万8000に高くできたことで、その6万8000の上位互換とか、例えば6万8020になると、その全30ビットアドレスになるわけですから、そのソフトは動かなくなると、そういうことがありました。なので、同じようなことっていうのが MIPS とか、PowerPC とかも同じようにその32ビットから64ビットに拡張されるときがあったんですけど、でもその余ったところを勝手に使えないように、たぶんあの上位の部分っていうのは0か FFFF かしか許さないとか、そういう実装だったような気がするんですけど、まあ、これはあえて、まあ、結局だからこの56ビットで足りなくなるときがあるかどうかなんですよね。これがしばらくやってこないんだったらここを使ってもいいと。でも56ビットで足りなくなって、どうしても64ビット幅が必要だった瞬間にこういう使い方をすると破綻するっていうことなんですけど、まあまあそれはもしかしたら遠い先のことかもしれないから今こういうことが、まあ、とりあえずこれはハードウェア的にこういうモードがあるっていうわけなんで、このモードを有効にするためには OS カーネルがこのモードをサポートして、多分あのこういうモードであのプロセスのアドレス空間を用意してくださいっていう、そういう特殊なシステム効果なんかをサポートしないと、多分こっちは使えないとは思いますけど、今のカーネルでどうなってるかまではまだ見てはいないです。まあ、基本的にこれは CPU のマニュアルにこういう使い方ができるモードがあるということの紹介です。インテルの今の CPU でも64ビットフルの多分アドレス線も出てない、うんうん、そう今は出てないでもだから将来にわたってリザーブにするのか、それとも今、まあ、もうこっちの方が便利だからこっち使っちゃえと考えるかって、そういうことなんですよね。そうだ、実際だから56これも56本今は出てないと思うんですね。おそらく48本ぐらいしか実際に出てないです。今の、あのレベルの、実チップだとそうだと思うんで、はい、ただ、まあ、この前先週の ELC とかで言っていくと、結局サーバーの人たちっていうのはもうテラバイトクラスのメモリが載ってる話をしてるので、ちょっとまあまあまあそういう人たちってのはもうあっという間にもうメモリーとか埋まっちゃうのかもしれないし、ちょっとよくわからない、はい、で、コーディングスタンダード、呼び出し規約とかで、まあ、実際にその汎用レジスターをどんな風に使うかっていうことの話なんですけど、リンクレジスターとは関数読んだときに戻り番地がどこに入っているかっていうことなんですけど、それは、後ろの R30 というところに入ることになっています。あとそれから、まあ、フレームポインター FP、まあ、FP を使うか使わないかっていうのは多分コンパイラーが決めることなんで、まあ、多分俺コンパイラーオプションによっても多分変わるかもしれませんけど、まあ、もし FP として使うならそれは R29 を使いなさいと。
で、あの引数を渡すときに、まあ、レジスター形にするんですけど、ARM の場合はインテジャーで R0 から R3 まで最初の4つをあのレジスター形にして、それ以外はあのスタックに詰めてっていう感じなんですけど、まあ、レジスター増えましたので R0 から R7 まで最初の8個はレジスター形にすることができるようになっています。で、同じようにしてフロートの方もこれは FPU の方でレジスターですけど、8個はあのこっちの方はあのみんなのと変わらないですね。で、呼び出された方のものっていうのは、まあ、このレジスターっていうのは保存しておかなきゃいけないよと。それ以外のレジスターっていうのは、まあ、壊しても構わないというか、まあ、この辺の仕様っていうのはですね、この AAPCS64 っていう、これ ARM からドキュメントが出てますので、まあ、それを見ていただければいいかなという。ちょっと開いてますので、それをちょっとご紹介しましょうか。こんな感じの、あ、さっきの整数のやつだった。この IP1 とか IP0 とかありますけど、実は ARM V7、まあ、昔の ARM の時にも IP レジスターっていうのがあって、これは何かっていうと、その、リンカーが自動生成するようなコードの中でアドレスの計算を作るために、作るときに使う用のレジスターっていうのがあります。それが IP というレジスターで1個だけあったんですけども、まあ、今回これはもうレジスターの数が増えているので、それが2つに増えて IP0 と IP1、 ここのところのレジスターっていうのは、まあ、あのリンカーがあのアドレスを例えばあの、ダイナミックライブラリの先のアドレスを、まあ、計算するときに、まあ、使ったりするワーク用のレジスターとして使われますよ。だからこれはだから、そういうタイミングで、まあ、中身が壊れますという、そういうことなので、詳細はこちらの資料を見ていただければいいかと思います。で、A64 インストラクションセットということなんですけども、まあ基本的に今まであの歴史 ARM は歴史的にいろいろ建増工事をしていたために、まあ、ちょっと特殊なところがあったわけなんですけども、まあ、これは絶好の機会なんで、そういうあの歴史的に仕方なくこうなっていたっていう部分を全部切り捨てて、なんか新しくやり直しているような感じになっています。で、ARM で一番特徴的だったっていうのが、その全ての命令にコンディショナルのあのつけることができたっていうのが結構 ARM の特徴的なことだったんですけど、でもコンディショナルって結局4ビット必要なので、そうすると命令のエンコードの中で必ず4ビットそこに取られてしまうっていうのは今やもう害悪でしかないということなので、まあ、それはもうやめて、ある限られた、命令だけがそのコンディショナルになんかデータアップすることができる、まあ、条件分岐とそれから条件付きなんかデータ処理っていうのがあったりします。なんか条件付き の足し算とか引き算とか比較だとか、あとあるいはこう参考演算子に使えるような条件付き の代入とか、まあ、そういうやつがあります。まあ、見る限りは大体網羅すると思うんで、あんまりこれだけあればそんなに不便になることはないんじゃないかなという感じはしました。で、サム2になった時に今までのその条件付き の実行っていうものをなんか無理やり互換性を持たせるために、その IT 命令っていうかなりあの特殊なあのややこしいメカニズムがあって、まあ、これは実際にアセンブラを手で書いた人とかでないとあんまりあのもう知らないかもしれませんけど、こういうややこしいものも全部なくなって、もう綺麗なあの命令セットになっています。で、あとそれから ARM で特徴的だったのは、そのロード M とかストア M でレジスターのリストを書くと、あの1命令で一気にあのたくさんのレジスターの、 あのロードとかストアができるっていうのがありましたけれども、まあ、それはなくなりました。でその代わりにあの2つ、まあ、別にアドレスが数字が連続する必要はないんですけど、任意の2つのレジスターを一気にあのロードとかストアとかってする命令があります。名前で言うとロード LDPSTP ロードペアレジスターとかそういう感じなんですね。なので、64ビットのレジスター2つですから、結局1命令で128ビットのデータを一気に、まあまあ、コピーするような読み込みあるいは書き込みができるというそういう意味です。これ後で実際にあのアセンブルした結果とかを見ると、まあ、こういうのが出てきますので、それを後でご紹介します。
で、あとまあこれは、私が面白いなと思ったやつなんですけども、イールドっていう命令があります。まあ、これは何をする命令かっていうと、実際にはノップなんですけども、でもそのヒント情報として今重要じゃないようなことをやってますから別のコンテキストに切り替えてもらっても構いませんよっていうことを、まあ、いわゆるハードウェアに伝えることができる、そういうあの命令ですね。まあ、具体的な使用例というのは、例えば今はないんですけど、その、SMT、まあ、インテルでいうところのハイパースレッドみたいな1個のコアなんだけど論理的に複数のなんかその CPU が動いていて、そういう時ってなんかビジーループがすると、本当はビジーループをした時には別のコアに動きが切り替わった方がいいんだけど、それの、ヒントっていうのがハードウェアからは分からなかったわけですけども、こういう命令があるので、そういうふうなスピンループの中ではこの命令を入れておけば、まあ、もし SMT だったらあの別側のコアにハードウェア的に切り替わるとかっていうことが、まあ、実装できるし、まあ、もしそうじゃなかったも、まあ、こういうふうに書いておけば一応同じコードをまあ共通に使うことができると、まあ、SMT でなきゃ単にこれノックと同じ意味なんで、まあ、そんな感じの命令がアーキテクチャ的には定義されていると。で、じゃあですね、実際のコードを見てみましょう。あの字が小さくならないようにすごく簡単なあのプログラムにしました。まあ、メインが1個だけあって、まあ、フォーループが1個あってカウントダウン、まあ、プリント F になってますね。これは5から0へやってますね、まあ、543210っていうこれが表示される、そういう、まあ、プログラムですね。これを、まずはサム2でビルドするとこういう感じになります。まあ、特徴的なところっていうのはプッシュで最初にやる4つあのレジスター、まあ、この LR がモデルマンチですけど、まあ、これをあの1名で一気に4つのレジスターをあのメモリーに書き込んでいるし、でそれに対応するのはここですね、あの戻るときには一気に4つのレジスターをスタックから戻すということをしています。でちなみにこれ LR の代わりを PC って書くことによって、あの PC に自動的に戻りパンチが入るっていうちょっとテクニックですよね。で、まあそんなところを、こちら、A64 だと同じコードがこういう感じになります。本当は同じように4つレジスターを対比したいんですけども、さっきのように1命令ではできないんで STP ということで2つのレジスターを、まあ、スタックにまあ対比すると、でこの辺これでスタックこのアドレッシングモードというのはスタックポインターを書き換えるので、書き換えたスタックポインターをまあこのレジスターにまあ記録して、であとも残り、まあ、さらに2つスタックに書き込むとかがあってて、で、逆戻るときにはその逆 LDP でまあ2つに分かれますけど、まあ、これで4つのレジスターをまあスタックから元に戻していると。で、レッド命令、まあ、他の CPU ではごく普通なんですけど、今まで ARM ってレッド命令ってなかったんですよね。結局あの R15 に対してなんか書き込みを行ったり、LR をなんか PX 命令で解くとか、なんか他の用途にも使えるような命令を使ってリターンをしていたんですけども、一応専用のリターン命令というのができました。僕からのドキュメントを見ると、それによってその命令分岐の時の予測が、まあ、しやすくなる。これだと必ず入れ子になることが分かってるので、これだと明らかに関数部の戻りだということがあるんですけど、今までだとその BXLR っていう命令を打っただけでは、実はそれ関数の戻りかどうかっていうのは実は判別できづらいので、そうすると分岐予測の精度が落ちるみたいなことがあったそうです。はい、まあちょっとどっかに書いてあるの受け売りなんで、で、あと特徴的なところっていうのは、まあこんな、まあとりあえず、まあとりあえずその60ビット、ポインターとか60ビットで扱うのは X なんとかって書いてありますし、さっきインテジャーなんで32ビットのレジスターは、まあ、さっきの I のところにこう最初期値の合意っていうのはこの命令ですね。 W19 っていうのが解の32ビットだけ使って、まあ、イントの変数を、まあ、レジスターで使っているみたいな、そんな感じになります。で、でアドレッシングモードの確認のためにこんなやつをやりました。これは配列のアクセスをするという、の関数を4通り作ってみて、これはインテジャーの配列の値を読む、これは、ロングロングなんで、単位が64ビットの配列を読む、これは、バイトの配列で、これが、
16ビットの配列と、でそれぞれのコードを SUM2 でコンパイルすると、まあこれが、まあ、インテジャーの場合はこうなる、要するに、R1 というのを4倍する必要があるので、このアナドリシックモードで2ビットシフトして、まあ、足してアドレスを求めるという、そういう感じになるわけなんですけども、バイトの場合は、まあ、そういう必要がないから、普通に、ベースレジスターにあのインデックス足したレジスターで、まあ、ロードするみたいな。まあ、で、ショートの場合は1ビットシフトして2倍にしてから足してっていうことなんですけど、この、60ビットの場合だと、これ、3ビットシフトしたいんだけど、これはあのアドレッシブモードにないので、命令が2つに分かれちゃいましたと。まあ、32ビットアーキテクチャだから、60ビットの扱い、あの値を扱いづらいのはしょうがないかなっていうところなんですけど、まあ、そこが、まあ、あのちゃんと A60 になったらすっきりしましたので、まあ、ここもちゃんと、3ビットシフトできるようになりました。で表記のところもここ SXTW って書いてあるんですけど、これ、S っていうのがサインドっていうところで、これは、このレジスターの値っていうのを、まあ、あの0拡張するか負拡張するかっていうのも選べるような感じになっていると。なので、まあ結構すっきりあのしたあのアドレッシングモードになってますので、まあ、さっきのところをもし確認してないんですけど、ここのところでこれをアンサインドイントにした時にはもしかしたらあの違うコードが出てきて、ゼロ拡張するようなあのアドレッシングモードが使われるかもしれません。はい、これはちょっとあの時間のある時に試してみればいいかなと思います。で、それから今度はフロートに関してなんですけど、ちょっとフロート、これレンジっていう、まあ、この関数っていうのは、まあミニマムとマキシマムがあって、ミニマムよりも小さかったらミニマムを返すし、マックスよりも大きかったらマックスを返す、その中間間だったらそのまま値を返すみたいな、まあ、こういう、まあ、あんまり意味がない関数ですけど、これを、ARM でコンパイルするとこうなります。で、特徴的なところっていうのが、ARM の FPU っていうのは後から追加されたものなので、そのコンペアしたときにあのフラグが変わるんですけど、そのフラグっていうのが、FPU の中にあるフラグが変わるだけなんですよ。なのでその次の命令を使って、この FPU の中のこの、NZCV のフラグって、あ、FPU の中のこのフラグっていうのを、そのインテジャーの方のそのフラグのところに一回転送するっていうことをしないと次の条件分岐ができない。で、同じようにあのフロートの規格をやったら、フラグを転送してから、まあ、さっきのこの IT メール出てきましたが、こういう条件判断をするっていう、こういうふうな感じになっちゃってたんですけども、それが、A64 になると、この不動小数点のコンペアで直接 あのインテジャーと共通のフラグが変わりますんで、そういうフラグの転送はいらなくて、もう次の命令ですぐに条件分岐ができると、まあ普通あのすっきりしたというような感じであります。で、まあ、さっきのように、ハム2に相当する IT 命令というのはないんで、必ず、まあ、あの条件分岐で、まあ、分けて最後は見た、まあ、こんな感じで、まあ、非常にすっきりした方法ですし、まあ、ここで話すことっていうのは、アセンブラーを直接書くか、あるいはコンパイラーをなんかいろいろ知ってる人じゃなければあんまり意味がなかったことかもしれないんですけど、あと一つあの面白いなと思ったところがですね、キャッシュに対するコントロールっていうのがありまして、まあ、あの命令の最適化っていうのは今時もコンパイラーが相当発達してますので、あんまりあの見なくても、まあ、コンパイラーに良きに計らってもらえばいいんですけれども、ただコンパイラーはですね、そのメモリ の局所性だとかそういったアクセス傾向とかっていうのは知ることができないので、それに関しては人間が手で何かをしてしやる必要があるかもしれない。で、今まで ARMv7 ではですね、あの例えば命令キャッシュとかデータキャッシュの、まあ、操作、例えばあのクリーンしたりフラッシュしたりとかっていう操作っていうのはユーザーモードではできなかったんですよね。禁止されていたんですよ。なので、あの必ず OS 側にそのシステムコールを呼び出して、カーネルモードでそれをやってもらうっていう必要があったわけ。で、実際にユーザーモードの中でそのキャッシュをなんかこういうメンテしなきゃいけない場面っていうのはあんまり実はないんですけど、一つはその CPU 以外のなんか DMA とかそういうものでメモリーをあの書き込んだり読み込ませるときに、まあキャッシュをなんか
保守する必要がありますけど、でもそれをユーザー空間でやる場面っていうのは、そのユーザーモード IO ドライバーとかそういった結構限られた場面ですから、まあ、そういうハードウェア的な理由ではあんまりないと。もう一つの理由っていうのは、その命令をロードしたりとか、あるいは生成して実行するっていうパターンですね。これはJIT コンパイラーとかそういった時っていうのは必ず起こるわけなんですけども、その命令のキャッシュとデータのキャッシュというのは完全に分離しているので、その、ね、データとしてある命令を書き込んだとしても、それは命令キャッシュに反映されないんですから、一体データキャッシュをの内容をメモリに書き込んで、で命令キャッシュを無効化して最後のメモリから読み込むということをしなきゃいけないと。で最近やっぱりそのコンパイラーの技術が発達してきて、 JIT コンパイラーって割と普通に使われるような感じになってきてると思うんですけど、 JIT コンパイラーが命令を生成するたびにこのキャッシュの操作を行わなきゃいけない。今まではこのキャッシュの操作っていうのは必ずシステムコールを読まなきゃいけないということだったんですけども、それをユーザーレベルでできるようになりました。まあ、ただ実際にはこれ、カーネルのモードの中で、ユーザーモードでのアクセスを許すっていうビットを、まあ、立てておく必要があるんですけど、まあ、一回それで許可すると、ユーザーレベルでこういうデータキャッシュとか命令キャッシュの、まあ、操作する命令が使えるようになりますので、まあ、それでシステムコールを呼ぶことなく、まあ、そういった操作ができるようになると。まあ、ノーニードスコールシステムコールということで、まあ、なんとなく考え方がマイコン的ですよね。マイコン、例えば SH とかそういうアーキテクチャのものだと、大体それが普通にこういう命令があって、でそれを、まあ、ユーザーモードでも呼べたりしたわけなんですけども、まあ、なんかそれにちょっと近い。でさらにですね、きめ細かなキャッシュのコントロールができるようになっていて、まあ、プレローディング、キャッシュに対してプレローディングをするっていうことなんですけど、まあ、このプレロードすること自体っていうのは ARM の V7 でもありました PLD 命令とか PLI 命令とか、あらかじめ読み込んでおけっていう指定はできたわけなんですけども、これがですね、非常にきめ細かくできるような感じになります。この PRFM っていう命令のところに、なんかこのオプションと、あとそれからアドレスなんかも指定できるんですけど、このところがですね、実はタイプとターゲットとポリシーっていうさらに3つに分かれていて、このタイプっていうのが PLD、PST、PLI なんですけど、これは、ロード、このアドレスをロードするよっていうのを伝える、これはアドレスをストアするよって伝える、これは命令だよっていう、そういうのを伝えるっていうのがあります。あとこれターゲットっていうのはですね、キャッシュのレベル1キャッシュだよ、レベル2キャッシュだよ、レベル3キャッシュだよ、要するにどのレベルのキャッシュに対して読み込みを行うかっていうのも指定ができるようになってるし、あともう一つ一番大きいと思うのがこのポリシーっていうところなんですけど、まだキャッシュに読み込むっていうことは、そのキャッシュっていうのはアクセスの局所性が前提なわけで、一回キャッシュに乗ったら多分近いうちにまたそこにアクセスするからこそそのキャッシュが効いて速くなるわけなんですけど、だけども全然一回しかアクセスしないであろうという場合には実は逆効果になってしまうわけですね。なので実はですね、このキープっていうのが今までと同じようにそれを保持しておけっていうことなんですけど、この STRL、 これはストリームっていう意味なんですけど、ストリームのようにある程度キャッシュのサイズにも相当でかいサイズのデータをなめてますよ今って。その場合っていうのは普通に今までのラジオのキャッシュを通すと結局キャッシュのデータっていうのは全部入れ替わってしまって、で必ずキャッシュミスする状態になっちゃうんですよね。でも明らかにこのデータっていうのは1回しかアクセスしないんで、普通にキャッシュを使ったらキャッシュミスするのが明らかであるという場合には、この設定をすることによってキャッシュに、これはキャッシュに入れないでください、そういう指定ができるようになりました。でちなみにこれっていうのは実際の、キャッシュの構造っていうのはアーキテクチャは分離なので、実際にこれでどういう動きになるかっていうのはその S コアごととか SEC ごとにこれ強さで実際どの何が起こるかっていうのは決められています。例えば L3 って書いてあるんですけど、 L3 キャッシュとか普通ないですけど、実際の中にあるのは L2 までですから、まあそういったこれ実際これの動きに関しては実装定義ということになりますけど、まあこういうヒントを出せるような状態になったと。で、さっきと同じようにですね、このロード命令の中にもですね、キャッシュに入れないでロードストアしてくださいという命令があります。これ、まあ、LDNP ペアなので2つのレジスターを一緒にロードしたりストアしたりするんですけども、これは普通の LDP、STP と違うところは、これはこのデータっていうのはおそらく1回しかアクセスしないので、まあ、ストリーミングとかでアクセスしか1回しかアクセスしないので、キャッシュに入れないようにして、まあ、アクセスしてくださいという指定が出ていると。
まあ、こういう感じのものをですね、まあ、駆使することによってキャッシュのヒット率を、まあ、上げるような、ある特定の、まあ、使い方のメモリの中ではキャッシュのヒット率を上げるようにすることができるのかもしれないな。まあ、これは少なくとも私は他のところでこういう細かい制御ができるっていうのは見たことがなかったんで、ちょっと目新しいなと思って紹介させていただきました。で、あとちなみに AR32 なんです。これはアッパーコンパチって書いてあるんですけども、まあ、アッパーコンパチの理由っていうのはエンクリプトのエクステンションが、まあ、追加することがある。で、こっそり私は見逃さなかったんですけど、アッパーコンパチというんですけど、実は密かに消えたものが、それはジャゼルという実行モードとサム EE という実行モードが、もう確かに今は、まあ、一昔前はちょっと一世を風靡したんですけども、今は全く使われていないので、まあ、消えました。でジャゼルというのは ARM11 ぐらいの頃だと、Java 携帯電話にその JavaVM が乗った時の頃っていうのは割と使われていたんですけれども、そのコーデックス A8 になった時に、それまでのジャズルというのは Java のバイトコードをそのまま解釈して実行するっていう、そういうモードなんですよね。で、それがまあ多分パイプラインとかが不確の問題とかで作れなくなって、でそれの代わりにっていうことでこれがですね、できて、これはSUM2 の中の命令の一部を変えて、例えば、ロードとかストアしたときに、そのベースレジスタが0だったら、ナルポインターハンドラーにもう自動的に飛ばすだとか、あるいは、配列の範囲チェックを1命令で行うだとか、なんかそういうバーチャルマシンが実のコードを生成したときに、とても便利な命令っていうのが、いくつかここで使えるような感じになったんですよ。なので私は、まあ、結構こういう JIT コンパイラーとかも中身には知っていたので、いつこの命令が使われるのかなってワクワクしながら待っていたんですけど、結局一度もこれ日の目を見ることがありませんでした。例えばAndroid の、フローで入った JIT コンパイラーもずっとこれがいつその JIT コンパイラーがこの命令を使った命令を生成するかなと思ってたんですけど、結局それはなく、QM の中でこの命令も実際にはサポートされることはありませんでした。なので多分使用書を読んだ人以外はこれはもう知らない、全く知らない間に闇から闇に褒められたという、そういう実行モードになるということになるわけです。要するに ARM の時代というのは実行モードが2ビットあったんですよね。2ビットあったというか4通りあったわけなんですけど、それがもう1ビットしかなくなって、 ARM と SAM というその2つの状態しかなくて、 ARM SAM じゃなくて、まあ、いわゆる A32 と T32 っていう2つの状態にしかも取れないということになります。こんなところで、じゃあですね、QM の 2.0 からその ARM の 64bit の命令が実行できるようになりました。現段階ではユーザーモードエミュレーションだけで、システムモードの方っていうのはまだうまくできてないような感じなんですけども、まあ、少なくともこのシステムユーザーモードエミュレーションを使うことによって、自分でソースコードを書いて自分で ARC64 向きにコンパイルした結果っていうのを、まあ、動かしてみるということができます。で、その動かす方法っていうのは一番簡単なのは、Ubuntu の新しいやつ 14.04 はすでにこの QM2.0 っていうのがもうリポジトリ内に入ってますので、自分でコンパイルしなくてもこういうふうにアップデートをして、QM ユーザーサティックすればこの 2.0 の、AR64 向けのやつがもう含んだ、まあ、それだけじゃなくて ARM とか MIPS とか PowerPC とか全部の QM が入るんですけど、まあ、それがインストールされる。で、コンパイラーも欲しいなということで、GCC の、AR64 向け の, コンパイラーっていうのを、まあ、アプトゲットで取ってくれるんですけども、まあ、G++ の方をやるとライブラリーが何が全部これ1つだけで必要なのは全部ありますから、まあ、要するにこの2行を実行すると、まあ、これで、ソースコードを、AR64 向けにコンパイルして実行するということもできてしまう。で、まあ、実行できるならば、ついでに GDB ももうつなげてですね、その命令単位でステップ実行とかしてみたいなと、レジスターの値変わるのを見てみたいなという感じになりますが、GDB の方はですね、自分 ARC64 向けにするには自分でソースからビジョンする必要がありますけど、まあ、この手順に従って普通にアーカイブを持ってきてコンフィギュアするときにターゲットイコールこういうふうに名前をつけて、
メイクして、まあ、インストールすればそれで、AR64 向けの GDB が使える状態になりますの でこれで、実行するとしてみると、で、まあ、まずは A10C っていうのがあったらそれをですね、まあ、AR64 向けの GCC で、まあ、コンバージョン、まあ、こうやってデバッグオプションをとりあえずつけてでコンバージョンするとこれで A10Out っていうのができるわけですね。で QM で実行するんですけども、まあ、その時に、ダイナミックリンクされている状態ですのでダイナミックリンクがどこにあるかっていうのを、まあ、QM の環境変数で一応知らせておいてでそうするとこの状態で、まあ、こういうふうに、-G1234 というのはあの GDB につなぐためのポートの指定をしているのでこれをつけないでこれだけ実行したらもうデータアウトがもうフルッと実行することができます。でこれをつけるとあの GDB がつながるのを待つ状態になりますのでその別のウィンドウの方からあのこうやってあの GDB を、まあ、起動してでターゲットリモートとこの1234であるとこれのプロセスとつながりますのでその状態で、まあ、例えばメイン関数にブレイクポイントをかけて、まあ、あのコンテンツするとブレイクの関数の頭に止まりますから、まあ、そこで、プログラムカウンターのレジスターのところをあのディスアセンブルメモリをディスアセンブル表示してっていうと、まあ、こんな風にその今指してプログラムカウンターが指しているメモリのところを、まあ、ディスアセンブルすることができるわけです。これで命令単位でステップ実行とかをしてあとレジスターとかを見てみると、まあ、なんかあの動いている様子が、まあ、観測できます。ちょっとやってみましょうか。A.C っていうのはさっき言ったただのフロアループでこんな感じの命令ですけど、これを、GCC でコンパイル、A.out ができましたけど、それを、QM を実行すると GDB が伝わってくるのを待ちますのでこっちの方の画面で、GDB を、まあ、起動するとで、ターゲットリモートしなさいとすると、まあ、つながりましたの でここで、メインにブレイクポイントをかけてブレイクポイントをすると、まあ、今ここで止まっているわけなんですけど命令単位でこの今のプログラムカウンターのところをディスアセンブルするとこんな感じになりますしレジスターを見る、まあ、あの今のレジスターの内容が分かります。で、ディスプレイってやるとですね各ステップごとにあのこの表示がされるんですけどこの状態で、まあ、命令単位で NI とかすると、まあ、こんな風に命令単位でまあ、ステップしていくことができますので、まあ、やっぱり本当にこの AR64 の命令をいろいろ調べてみたい人は、まあ、こうやってやればなんかできるかなというところですので、まあ、興味のある方はやってみていただければなというふうに思います。これで最後ですね。はい、以上になりますけど、何か、あの、多分質問されても分かんないと思いますけど、コメントありますか？ Do you have any comment? はい。キャッシュ制御を見えるって、コンパイラー部門じゃなくて、キャッシュ制御の。はい。はい。なので、あれ、コンパイラー部門じゃなくて、コンパイラーは、その情報が分かんないですよね。分かんない。これが、ディストコンパイラーを作る人とかが、まあ、そうですね。はい。はい。
が、まあ、多分あのストリーミングのようなデータを扱うときにそれをチューニングするときのチューニングの一つの要素かもしれないな。ある特定のパターンの時に必ずキャッシュがミスする状態に陥ってしまったと。それはあのその時には、まああやってコントロールしてこれはキャッシュに入れないようにってやるとキャッシュのヒットが上げられるかもしれない。他はいかがですか。はい、じゃあ私の弱い情報を参りましょう。